日本政府は、北朝鮮内の権力闘争の行方や、拉致問題への影響など、情勢分析を進めていますこうした北朝鮮の国内での動きが、対外政策にどういった影響が出てくるか等ですね、わが国としては大きな関心を持っています。北朝鮮の情報をしっかり冷静に見つめながら 私どもとしては拉致問題解決に向けて取り組んでいく必要があると日本政府は今後の金正恩体制の情勢に関する情報をアメリカなど関係国と連携しながら収集する方針です